祝後の国阿蘇神社は、福岡県宮山市にある延元2年、エラコレズミが創建した神社。元那8年、小野泉守の寄進により、現在の地に分霊。令和4年には400年になる。延元元年南北朝時代のこと、南朝方に着いた阿蘇の大宮寺、阿蘇コレナオと議定のエラコレズミたちは、たた浜で大敗します。当時の大宮寺、阿蘇コレナオは、 儀底のエイラコレズミに刀を託し自陣します。お前は生き残ってくれ早や高宮コレズミはたどりたどって、そまの里より矢部川を降り、川のほとりで、コンコンと深い眠りに落ちていた。傍らには、ノコギリのように欠けた葉。そこへ、無数のホタルがやってきて、強い光を明滅させている。翌朝、コレズミが目を覚ますと、たちは、元のごとく青白い光を放つ。 こぼれの全くない名刀に帰っていた。これずみは、阿蘇の心霊がホタルとなって立ちを元通りに、返したもうたことに、ただただ感に打たれ、しばし呆然としていたが、やがて意義を正して遥か、南阿蘇神社の方を不死拝んで寒類に結ぶので、あった。近くの宮園城の城主、大木忠久は、これずみの傷が癒えるまで城内に留まらせます。忠久の、あなたの距離、 阿蘇の大名神を分霊して、ここ海津古川の丘陵に祀られよとの勧めもあり、コレズミは海津古川の地に阿蘇の神様を奉仕します。早高宮、これが筑後の国阿蘇神社の前身です。コレズミは後に筑後守るに任命され、晩年は日後国阿蘇神社の大宮寺にまで登り詰めます。蛍が修復したとされる旧国宝、蛍丸は、 日後国阿蘇神社大偶寺家の宝刀として秘蔵されてきましたが、戦後行方不明になっています。片や、カイズの地では、これずみの子孫とされるエラ家が代々偶寺を務めており、ホタルマルと伝わる太刀が先祖より受け継がれています。GHQ による戦後の刀刈りの際には、神社の裏に5から6年埋めて、難を逃れました。そのため、保存状態は悪く、命の保証もありません。 時代は移り、筑後国は、立花家の支配を受けるようになります。宋茂公と共に、朝鮮の役に出兵する際に、必勝祈願をした加納小野泉守はめでたく、外戦され、早高宮にお礼言上参拝されました。現那八年、小野泉守の命により、社殿並びに神殿が寄進、現在の場所に、宋高宮より、阿蘇神社として分霊されました。 またその後も、小野泉守る、小野若狭守る、そして、海津の氏子の方々より、神殿再建、老門再建に、多大なるご尽力をいただきました。毎年3月台1日には、おたうえ祭りが行われます。この神事には、佐乙女役に学童が参加するほか、田内男、まぐさがり、種まき、それぞれの役が面白おかしく演じられ、五国宝上が祈られます。 初代宮司のエラコレズミより、大きさだひさ、小野泉守、カイズの氏子の方々をはじめ、多くの方々のおかげ守られてきた畜語で、共に長い間四国阿蘇神社毎年3月台、1日には、おたうえ祭りが行われます。この神事には、佐おと役に学童が参加するほか、田内男、まぐさがり、種まき、それぞれの役が面白おかしく演じられ、五国宝城が祈られます。 令和4年2022年にはご鎮座400年、そして令和19年には創建700年を迎えます。ありがとうございます。